オロンテス川、またはアラビア語で足川、トルコ語で足川は、レバノンに発し、シリアとトルコを流れる河川である。古代オリエントでは主要な川の一つであり、ドラコ川、ディフォン川アクシオス川とも呼ばれた。アクシオスは地元の呼び名であり、これが後にアラビア語の足へと変化したとされる。足は逆らうの意であり、地中海から、 内陸方向に逆流しているように見えることがあるため、逆流する川と言われるが、アラブ人はこの名の由来を、流れの激しさや、メッカとは逆の方向へ流れるからとも説明してきた。一途、オロンテス川は、レバノン山脈とアンチレバノン山脈の間にある谷間、ベッカー高原の東側にあるラブへの泉に発する。泉の近くには南へ流れるリータに川の水源の泉もある。 オロンテス川は北へ、地中海岸と並行して、落差600メートルの渓谷を出たところが、ホムス西高のダム湖、ホムス湖である。ホムスのダムは現存する、世界最古のダムとされ、紀元前1300年頃に建設されたと推定されており、修繕を重ねて、現在に至っている。川の西の山上には十字軍の要塞クラックで、シュバリエが建っている。ホムスから先は、 谷間は大きく広がり、ハマー付近の国倉地帯に入る。その下流は、広い牧草地で、古代都市アパメアとラリッサの遺跡がある。オロンテス川中流の広い谷間は、ジスル・アルハディドの岩山で終わり、川は大きく、西へ曲がりながら、トルコ領の破壊圏に入り、アンタキア付近の平野を流れる。トルコ領内で、アフリン川とカラス川という二つの大きな支流が、北から注ぐ。 かつてのアンティオキア湖の位置を過ぎ、現代のアンタキアの町の北を回って、南西方向の渓谷に入り、15キロメートルほどの間に50メートル下るという急流を下って、小さな港町サマンダーの南で地中海に注いでいる。アンタキア付近を流れる足川オロンテス川は、流れが急で船が航行できず、考外にもあまり使われない。しかし、谷が、 南から北にまっすぐ走るという地理条件が、オロンテス川流域を歴史的に重要な陸路としてきた。北のアナトリアからの街道と北東のアッシリアやアルメニアからの街道がアンティオキアで交わり、川に沿って古代のダムのあるホムスまで南へ走り、ここでダマスカス方面やエルサレム方面や西の地中海方面への街道と分かれる。オロンテス川に沿った南北の道は、 ギリシャやペルシャから南のエジプトへ往復する道でもある。こうしたことから多くの交易都市が川沿いにできたほか多くの戦いも起こってきた。紀元前1284年、ラムセス2世のエジプトとムアタリの筆体とはオロンテス川沿いの都市国家カデシ付近で決戦を行った。アッシリアとシリア諸国の間に紀元前853年に起こったカルカルの戦いも この川沿いで起きた。637年には政党カリフの治めるイスラム国家対東ローマ帝国、アラブ人キリスト教徒連合軍との戦いがアンティオキア付近を渡る橋の近くで起こり、結果、東ローマはアンティオキアを明け渡した。オロンテス川は自然の境界線にもなった。古代エジプトにとってはアムル人との北の境界線、フェニキアの東の境界線となった。 12世紀、十字軍の建てたアンティオッキア公国とムスリムのアレッポ政権との境界にもなった。ありがとうございます。